AFLW のグランドファイナル大方の予想を覆して、はい、ブリスベンライオンズが優勝。すごいですね、3度目の正直で。あの AFL のアンケートによると 69% はクローズが優勝する、31% はブリスベンが優勝するっていう。でも69少ないような。あ、そう、はい、69多くない？7割の人がだってクローズが優勝すると思ってる、はい、いやもっとと思ってました自分は。はい、もう僕はライオンズの優勝が決まってからそのアンケートを、はい、ライオンズで におっしゃるんですね。そうやっぱ 2,3 人こういう風にやってたんですよね。でもまあそうだね、はい、まあスキルはクローズだったんだけども、うん、まあ、気合がね違って、あの初優勝をかけたライオンズがやっぱりちょっと気合でね、はい、ボールへのアタックで優勝っていう感じだったかな。いや本当そう思います、うん、あのグランドファイナル見てて両方とも自分の好きなチームじゃなかったので、うん、まあ、両方ともフェアに見たんですけども、ね、うん、はい、ファーストクォーター見た後に、うん、なんとなくブリスベン応援してました。あ、本当、うん、やっぱりアタックアタックですごかったですね。アタックもすごいし、あのディフェンドの、うん、クールさ、ああ、はい、いやもうすごい良かったと思うので、ああ、やっぱり良かったです、あの勝って ね、 そうね、やっとやっとこのプレミアシップチームに、はい、あのジョイニンできてなったと、はい、しかもそのキャプテンの、あのキャプテンもリタイアですよ、うん、ね、うん、最後の最後ね、これ勝ったらもう リタイアするって公言してて、って言ってて無事に勝ったから、はい、トロフィーをブリスベンに持って帰って、うん、See you later. かっこいいよね。かっこいいですね。はい、ということで今回が AFLW ウォッチャー、はい、今シーズンもうグランドファイナル終わって最後ということで、はい、最終回も私坂木と吉野2人でお届けしています、はい、結果見てみますか。そうですね、点数はね、はい、これをクリックして38-20と、はい、18点差、うん、18点ということは3ゴール差か、はい、うん、でしたね。ブリスベンライオンズが勝った、はい、でこれすごかったのは、うん、サードクォーター終わった後に6ゴール0だったので、うん、もうビハインド入れてない、うん、もうあのスーパーゴールばっかりだったんですけども、うん、ビハインド入れずにちゃんとねアキレス決めて、そうだね、はい、あ、フォワードが頑張ってたライオンズでした。頑張ってたライオンズ、本当頑張った試合になったと思います、はい、早速グランドファイナルのビューティー、はい、ライオンズね、頑張った頑張ったと言いつつも、うん、ビューティーはアデレードクローズのトンプソン選手、はい、トンプソン選手がこれもう諦めない諦めない、うん、もうね最後まできっちり戦い切る動画、はい、いきましょう。この大きさで大丈夫かな、はい、できます。これもね、ここがトンプソン選手、はい、これ追いかけてボールをピックしてこれ掴まれるけどうまくもうなんか膝崩れちゃったんだけどまた起き上がって、なんかやっぱリスタートするの難しいと思うんですけど、うん、やっぱりそのティーメイトを探すよりも自分で行こうとね、うん、1回落ちた後ハンドパスを仕掛けるんですね、ここ、はい、仕掛けるんだけどでもやっぱりもう自分だとこのグランドファイナルの舞台 で、うん、でここのパフォーマンスチェーンソーを巻いてましたね、はい、この選手は2017年19年と、はい、あのプレミアシップ取ってるプレイヤーなの で、ね、はい、経験もありますし、はい、若干21歳なんですけど経験もあるしこういう舞台慣れてると思うけど、はい、はいよね、うん、これ素晴らしいビューティーに入れました。そうですね、やっぱこれ入れないといけないゴールだったので、はい、これが最初のクローズのゴールで、うん、ゴール最初の、ね、しかもその後また違うゴールを決めて一応リード取ってるので、うん、大切でしたこのゴールは、ね、うん、で続いてヨシがファニー。そうですね、まあ、今回はアグリなしで、うん、アグリなしでいきたいんですけど、まあ、ちょっとファニーなと思ったのがファニー、はい、ここからこれ、まあ、一応ちょっと見てくださいこれ見る、はい、ここでボールが外出た出てないあれあれプレイオンでここでやっと出るんですね。いや何が言いたいかさ、これグランドファイナルもうるさい、まあね、こうノイズがあると思うので、感染もあってね、はい、もしかしてピーとか聞こえちゃったかも、もしかしたら鳴ってないんだけど、鳴ってないですね、鳴ってないですけど、まあ、ボールが外に出たと思って、うん、2つ両チームがでそのままこうボールをちょっともう一回バックしますね、うん、こうここでねタックル受けて、うん、ボールが出たのじゃないかと、うん、はい、でクローズのねこう切ってこれであれみんな止まってる、あれプレイオン
審判もこれちょっと小さい声でね、プレーオンって言ってくれてるんだけどね、はい、本当は言う必要ないんだけど、はい、止まっちゃってるからプレーオンって言ってあげたんだけど、なんか全体が止まってね、これグランドファイナルじゃないですよあのね、 P が鳴ってても聞こえないので走るチームがほとんどですし、やるのがグランドファイナル、はい、それでまあ 50m を受けてブーイング受けるんですね、うん、あのアンパイアに、うん、っていうシナリオを待ってたんですけども、やっぱレイディーズはいや、なんか聞こえたんじゃないかな、笛が。なんか誰か鳴らしちゃったんじゃない、なんかピーとか、ピーとかだといいですけどね、だといいですけどね、うん、まあちょっとね、ここちょっとファニーだったなと思って、はい、で、もう一つファニーも入れたんですけど、もう一つはこの14番のデイビッドさん、はい、あのサードクォーターでゴールを決めないサラブレーション、うん、どういうこと決めない、はい、ちょっと見てください、このボールを3クォーター目でね、決めないセレブレーション、ね、はい、この人のセレブレーションも毎回同じ、はい、ジェスチャーだからね、ここかな、ここですね、うん、そうです ね、はい、これフリーキックもらうんですね、ブリスベンライオンズのデイビッドソン選手、ね、14番で、うん、はい、でデイビッド選手はもうこの試合ではもう特に、うん、キープレイヤーじゃなかったので、あ本当、それちゃんとね、こうあのコンテストには言ってたんですけど、うん、エフォートがね、ちょっと足んないとかって言ってたもんね、そうですね、ちょっと足んなくて、ちょっともうちょっと頑張ってほしいなと思ったら、サラブレーションにエネルギーを入れたので頑張ってたぞ、そうですね、まあ、180センチもあるのでね、うん、ちょっとグラウンドボールってあの取るのが難しいかわかんないですけども、ここがさあ、14番いくよ、ゴール決めた、後ろからで、ここですね誰が決めたの、決めてないじゃん、決めてなかったですね、決めてないじゃん、デビッドソンじゃないじゃん、決めたのは、でこれ見たらもう決めてるじゃないですか、決めてるよ、このお客さんにこのアピールなんだこれ、でこれあの最初クローズなのかなと思ったら、一応ホームのブリスベンのクラウドに向けてのクラウド で後ろからついてってついてってクラウドに行こう、もう一回行きますよ、もうさ、デビッドソン選手はこれがやりたいんだよね、はい、毎回ゴール入れたらあれこれをやって、うん、で昔はねこうあのみんなこうジャンプしてね、うん、あのハグとかしてるんですけど、これをやった時にみんながバーって集まってくるんだよね、はい、で抱っことかあ、そうですね、はい、でダックみたいな感じでやって、うん、こう崩れてみんなこうパチパチするんですけど、うん、最近もう一人でこれやってるのでね、まあアブレッジ1ゲーム1ゴールなので、うん、去年はあのいいプレイヤーなんですけど、ちょっとあのセレブレーションのパターンを増やしてくださいと、もう一回見てくださいね、なるほど、セレブレーションパターンを増やしてください、全然ボールに触ってなくて、てあまあまあファニーですね、ソン選手しか見れないな、これそうです、ね、いやあの本当だとね、うん、こうまあサラブレーションするのは当たり前じゃないですか、うん、そしてサラブレーションしてやっちゃったよって顔するじゃん、相手のそのゴールしたチームに、うん、あゴールしたプレイヤーに行ってこうよしよしとか本当は ね一緒にこう、ね、抱き合うとか、うん、そういうシーンですけど、一人でやってたのでねどういう心理状況なんだろうね、そうですね、で、ね、あのこれゴール決めた時にやるわけじゃなくて、あの優勝してねこうパーンってあのトロフィー持った時もやってました、やってたね、はい、真ん中でした、真ん中ね、だからああいうキャラクターなんだよ、盛り上げ役、盛り上げ役ですね、うん、はい、必要だと思います、チームには、はい、一人二人、ね、なのでまあ一応あのアグリじゃなくてこれはファニーとしてファニーやったので、うん、はい、いいですいいですはい、続いて最後がホット、ホット本当にホットがね、前も多分紹介したと思うんですけど、はい、ホダー選手、うん、ホダー選手のこの粘り、そうですね、まあ、頭の良さも含め、うん、ここホダー選手相手にちょっとターンオーバーされちゃうんですけれども、はい、ここから来ますよ、フォワードのこのエリア、ここでおー、このちょっとした瞬間に足を振り上げる、はい、前ちょっと紹介したユニオンで活躍してた選手で、2021年から W 入ってるんだけど、このタイミングだよね、すごいですね、あの一瞬を見逃さない、でヨシが少しちょっと打ち合わせの時に言ってた相手のディフェンスは少し遅れちゃったんだよね、ボールアタックが、そうですね、多分ツーチョイスがあったと思ったので、うん、ボールに行くかプレイヤーに行くかだったんですけど、で分からずにバンプしちゃったのかな、ホダー選手に体で行ったけど、この感じだ ですね、はい、一歩ホダーの足が入ってましたね、いやー、うん、この喜び、この喜び方は OK だね、これいいですね、これはいいですねこれは大丈夫だね、プレイヤーの近くにいるじゃないですか、この人が入れたんだもんね、この人が入れたんだもん、これまたただね、ちょっとコーチに待ってもらうと14番来ますよ、いった、イエーイ
あのノミネートされてるので、はい、もしかしたらライジングスター、はい、あの新人賞ってるんですけども、まあ、確かにこれそうですね、まあ、グランファイナルでいい試合をしたとしてもノミネート関係ないんで、うん、多分ね、はい、なのでまあいい、それいいプレーですよね。はい、これはすごい好きだね。この一周のためにちょっとこれにして、はい、このグランドファイナルの一周を盛り上げるかどうかで、やっぱね、はい、エーフェルの第5回、そうですね。で今これ2ゴール2なんですけども、最初のゴールもホダイ選手は決めてるので、まあ、最初からもうグランドファイナルのために来たんじゃないかなみたいな感じで、はい、この夜の方は大丈夫はい、さあいかがでしたでしょうか、うん、AFLW 今シーズン、はい、優勝はブリスベンライオンズで終わり、はい、思い起こせばキャッツの最後勝ちました、勝ちました、勝利できず、はい、最後のラウンド9で勝って勝ちましたね。で3は残念ながら0勝で終わってしまい、はい、ヨシのあの知り合いになったね、はい、デビッド・レイクさん、はい、あの残念ながらというか、そうですね、ステップダウンしたので、うん、監督を退任された、はい、まあ新人だったけど、来シーズンもぜひ、うん、またどん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  SLW っていうのをアップしてるので、はい、あの来シーズンもね、我々の魅力をお伝えしながら、ね、そうですね、紹介して、はい、いつの日か FLW に FL ジャパンの未来ですからね、そうですね、活躍してここで、うん、伝えれたらこれすごいよね。そうですね。あの選手がとかね。いや本当にあのここでね、あの日本人の名前をね言える時がね来たら嬉しいですけど。ね、はい。はい。で、今回で、ね、FLW ボッチャはあの最終回、そうですね。シーズンは、はい、これで終わりになるんですけれども、FLW 関連のニュースは、はい、他のあの動画の方でどんどんご紹介していきたいと思いますので、はい、ひとまず今シーズンは。ありがとうございました。ということで、ブリスベンライオンズおめでとうございます。また、じゃあ来週お会いしましょう。はい。